幾重にも重なり合う宇宙、無限に枝分かれする可能性、その中でわらは、夏目いざよいはアームズアライアンス公女として生を受けた。公女としての毎日、貴族としての生活、不満はあった。寂しい思いもかなりした。しかしいつしかその思いは諦めへと変わっていった。公女として生まれたものは公女として生きるより他はなく、貴族は貴族、王は王、そこに疑問の余地はない。その事実はやがて全ての閉塞感を凌駕し、わらわを正義という名の修羅道へと駆り立てていった。そう、あの者に出会う、その日まで。報告はございません。退屈じゃのう。いっそルクシオールに接触してしまおうか。お言葉ですが、それはなりません。作戦行動上、友軍が古墳を落とすまで我々はここで待機となっており。ああ、分かっておる。ちょっと行ってみただけじゃ。まったく、何をグズグズしておるか。敵方には連合からも守備隊が派遣されています。そう簡単には落とさせてくれぬかと。なんじゃと、そちは我が軍の力を疑うのか。あ、いえ、滅相もございません。正には我にあり。連合、何ほどのものぞ。友軍より入電。なんと。どうした。先発隊が単独で古墳全域の制圧に成功した模様です。な、バカな、もう終わっただと。うん、それでよい。さすがはジュニエブル、あやつが用意した戦艦はやはり大した力のようじゃ。信じられないスピードです。蓋を開ければこんなもの、連合など所詮は魚の種ということじゃ。さあ、我らも進もうぞ。前方に巨大艦を捕捉。データベースよりルクシオールと確認しました。あれがエデンの最新鋭艦。図体がでかくとも強いとは限らぬ。気づかれぬよう四方に回り込むのじゃ。は、第7駆逐艦および第2高速艦は左翼、第5駆逐艦と第1高速艦は右翼に回れ、上下左右よりルクシオールを挟み撃ちとする。了解。全艦配置につきました。戦績証明と布告文を送信します。うん、同時に射程圏内ギリギリからの威嚇射撃を行うがよい。なあ、それはいけません。宣戦布告と同時に攻撃しては我が軍は大義を失うことに。大義？相手は悪の軍団ぞ。もともと大義など通じはせん。しかし良いのじゃ、当てるわけではない。やれと言ったらやれ。はい。威嚇用意。威嚇用意。第8砲塔誘導弾を使用します。発射準備完了。発射まで3、2、1、発射。ルクシオールより手前で自爆させよ。相手に射程外だと思わせ油断を誘う。了解。自爆成功。ルクシオール手前、距離5000の地点です。大義。ルクシオールを通ってる。恐れをなして投降するか、それとも。
敵戦艦から未だ入電ありません。ふん、無視するとは良い度胸じゃ。もう手加減はせぬ。主砲発射用意。いけません、まだ早すぎます。悪にかける情けはない。主砲発射用意。出力は限界まで上げよ。初手にて壊滅的な打撃を与え、敵の戦意をくじくのじゃ。了解。臨界まであと10秒。9 8 7。さあ、民を苦しめ利権を貪る悪人ども、今こそ報いを受けるのじゃ。4 3 2 1、発射。ルクシオール、回避行動に遅れ。直撃コースです。ほほほ、良い君じゃ。着弾を書く。え、ん、どうした。主砲回避されました。なんじゃと。とてつもなく機敏な動きです。信じられない。もう一度じゃ。もう一度撃って。また避けられました。あの、そうだ、とても人間技とは思えません。下手くそめ、よく狙うのじゃ。敵戦艦より小型戦闘機の発進を確認。猛将機です。なるほど、やる気というわけじゃな。よかろう、我らが正義見せてくれる。突撃じゃ。友軍は出撃した全艦が機能停止。全て猛将機にやられました。ダメージは無人区画のみに限定。負傷者はいない模様です。一人の怪我人も出ておらぬじゃと。敵に情けをかけられるとは見ておれぬ。この上はわらわが出る。ああ、皇女様。お待ちください。皇女様が自ら出撃されるなど、私どもが摂政様にお叱りを受けまする。黙れ、黙り野郎。こんな不甲斐ない戦をただ見ていたとあっては、松代までの恥を打ち壊してでも出るぞ。ああ、おやめください。第一、パピオンチェイサーはまだ調整が甘い状態でして。パピオンチェイサー発進だ。多少の不具合は正義の心意気で補うのじゃ。さあさあ、悪の王国セルダールの手先ども、覚悟覚悟。敵紋章機の威力は計り知れません。加えてあなた様の紋章機は調整不足。どうかお戻りを。案ずるな、あやつらとわらわとでは志が違う。正義は必ず勝つのじゃ。わらわの攻撃を避けるとは無礼な。2番回避成功。さあ撃つ。命中した。セルダール、よっしゃ倒した。我が正義の鉄槌を受けるのじゃ。攻撃に向かう。お前、攻撃を受けた監視なのだ。この程度かわすにわけはない。敵が早くて失敗だ。当たりません。次は当てる。命中だ。敵にダメージを与えた。次で決めよう。どこを狙っておるのじゃ。
うん、うむ、我ながら華麗な回避じゃ。この修理が必要だろう。コアクトらしく逃げ回れよって。わらわの攻撃を避けるとは無礼な。こちら2番機、プディング少尉に修理を頼みたい。なぜ修理を呼んでくれない。残りもこのまま。なんじゃ、どうした。まずい、調整不足がたたったか。動け、動くのじゃ。こんなところで。お兄ちゃん、部下どもは皆見捨てていきおった。これからどうなるのじゃろう。いや、それでもわらわはアライアンスが公女夏目いざよい、敵陣中であっても毅然としてみせよう。そうじゃ、きっとジュニエブルらが助けに参る。 UPW め、わらわを捕らえたこと後悔する日も遠くはないぞ。着いたぞ、歩け。ん？どうした？早く歩け。ふん、誰に向かって物を言うておる。何？触るな、無礼者が。こいつ、捕虜の分際で生意気な。な、何をする！汚い手で触るなと言うておろうが。うるさい、こっちへ来るんだ。あにゃらー。ん？こいつ、いい加減にしろ。えい、話せ、話さぬか。あれは、わらわを誰だと心得ておるか。この夏目いざよい、今さら逃げも隠れもせぬ。こら、暴れるな。うるさい、触るなと言うておろうが。静かにしろと言っている。ちょっと、後ろの道を。少し乱暴すぎるんじゃないかな。しかし捕虜ですので。丸腰じゃないですか。大丈夫ですよ、話してあげてください。わかりました。ああ、動くな。だ、大丈夫。あと、そっち名は何と申す。カズヤだけど。カズヤか。それがその者との出会いであった。ルーンエンジェル隊隊長、カズヤ白波。わらわの運命はここから変わる。